インターネットを使った稼ぎ方で自己アフィリエイトとかポイントサイトってあると思うんですけども、あれって結構現金手にするまで3ヶ月とか4ヶ月とかかかっちゃうじゃないですか。でもね、最短で明日とか明後日、少なくとも1週間以内に数千円とか数万円受け取れるような、そんなものがあるとしたらどうします？それがね、あるんですよ。これね、みんなの銀行っていうアプリなんですけども、これはキャッシングっていうかね、お金のやり取りをする、いわゆるバーチャルバンク、デジタルバンクですよね、みんなの銀行っていう、本当に普通の銀行口座作るみたいな感覚をアプリでやりましょうってやつなんですよ。今ね、このアカウントを作ると1000円プレゼントされるんですよ。ただし私の紹介コード下に入れておくので、これを、この紹介コードをプロフィールに入れておくとです。やり方は簡単で、 Google Play とか Play Store ね、それから Apple Store、 こちらの方でまずはみんなの銀行っていうのをダウンロードしていただいて、でプロフィール打つときに、まあ、免許証とかね、マイナンバーとかいるんですけど、まあ、免許証があればいいんじゃないですかね。免許証が必要です。でそれが身分証明になりますんで、それを入力して、で紹介コードも入力して、そうするとあとお名前とかでね、銀行口座できますんで、それで完了です。そうするとあなたのところに早ければ明日1000円入ってますので、セブンイレブンの ATM から引き出してください。でここまでだったら単なるアプリをダウンロードして1000円儲かる話なんですけども、今度はね、アカウント作ったらあなたの紹介コードが発行されるんですよ。さあ、こっからですよ。その紹介コードをもとに、今回私が紹介してるみたいな動画を作ったりとか、ブログやったりとか、あと口コミでね、目の前の人にこれで作って、この紹介コード打ってってやったら、今度はね、あなたに1000円、新しく口座を作った紹介された人に1000円って形で1000円1000円入るんですよ。で最高で30万円までこのみんなの銀行っていうアプリで稼ぐことができます。で現金になるのがむちゃくちゃ早いんですよ。2、3日中に現金になりますからね、まあ、ですんでね、私もね、今ね3万8000円あるんですけども、10日ぐらいしかやってないんですよ。すごいでしょ。だからこれでおすすめしてるんですよ。ぜひね、みんなの銀行ってアプリをダウンロードしていただいて、で紹介コードを下にありますんで、紹介コードを打って、そしてプロフィールのところに免許証をね、込みで作っていただいて、稼ぐ活動をスタートしていただければと思います。すごく早いんで、ものすごくいいなと思います。 ATM から引き出してください。